ういう作品がやりたかったんだっていうのが、あ、それが完成したんだって、もう6年前吉田監督に直談判しに行ったものがこう形になったっていうのがもう本当に嬉しくて、あ、夢が叶ったなと思いました。母親っていうものの、あの深さ大きさ、うん、偉大さっていうものを改めて感じましたね。里見ちゃんが本当に心身をすり減らしながら芝居をしてて、それが一番ですね。